ファウストはドイツ出身のクラウトロックバンド。1970年代に同国で盛んであった実験音楽のグループ。本国よりもイギリスで高く評価されインダストリアルやノイズミュージック源流の一つとされている。一度解散したが1990年代から再始動を果たした。バンド名はドイツ語で原骨の意味。ファウストは同国の音楽ジャーナリストとして キャリアのあったウーベ・ネテルベックが、ウェルナー・ディア・マイアーや、ジャン・エル・ペロンら6人の若いミュージシャンを集って、発足したのが始まり。ネテルベックは、バンドのプロデューサー・マネージャー・コンセプトデザイナー、作詞者といった裏方で、重要な役割を果たした。1971年、国内で、カンなどが人気を博し、クラウドロックへの投機的価値が高まっていた中、 ネテルベックは、ポリドールとの契約において制作費込みで、約30万マルクという破格の契約金を勝ち取った。そして、バンドメンバーと共に、北ドイツ美運命の廃校にこもり、幾多のセッションを録音した。同年が秋、セルフタイトルのファーストアルバム、ファーストアルバムを発表。透明のプラスチックジャケットに、原骨のレントゲン写真をプリントし、 透明のディスクを収めるという凝ったデザインを施したアルバムだったが、ドイツ国内で1000枚も売れなかったという。翌1972年、黒ずくめのジャケットに楽曲ごとのコンセプトイラストを収めたセカンドアルバム、ソーファーを出したが、これも商業的不成功に終わり、ポリドールとの契約は終了する。その後、イギリスの進行レーベル、バージンレコードと契約。 1973年に未発表曲を絶妙にコラージュしたサードアルバムテープスをシングル版と同じ値段で発売した。これはイギリスの LP チャートのトップ10に入るヒットとなった。ただしメンバーはこれはデモテープであり作品として受け止めないでほしいと訴えていた。その後アメリカの実験映画作家でミニマリストのトニー・コンラットとの共作アルバムを発表した後、 ホースアルバム、法発表。このアルバムも、商業的不成功に終わり、バージンとの契約も終了、長い沈黙の期間に入る。しかしそのまもレコメンデッドレコードのサポートにより、細く長く、作品を流通し続けた。1990年代に入ってから、ハンス・ヨアヒム・イルムラー、ベルナー・ディア・アマイアー、ジャン・ウェル・ベペロンのラインナップで再始動を果たす。 1998年に初来日公演。1994年、21年ぶりのオリジナルアルバム、リアンを発表。1996年には自主レーベル、クロングバドを設立し、翌年にアルバム、ユーノーフーストをリリースした。2007年1月23日、ジャン・エルベのウェブサイトで創設者、ウーベ・ネテルベックが同年1月17日に制去した。 ことが伝えられた。翌2008年に10年ぶりの来日公演。2016年、復活した同郷のアバンポップグループ、スラップハッピーと久々に共演し、共にツアーで回る。イギリスのカンタベリーミュージックシーンとのつながり、特にスラップハッピーとの交流はよく知られている。沈黙中に幾多の伝説がルフされている。最後のコンサートではメンバーが、 ステージ上で卓球をしただけで終わったというものもある。ただこうした伝説がそのミステリアスでユーモラスな音楽性とも合致し、彼らの深刻化,化に寄与したことは否めない。ありがとうございます。